はい、どうも皆さん、こんにちは。今日から、まあちょっと今日ね、8月8日の、まあ今のところ、まあ午前10時58分、まあ約11時なんですけど、まあちょっとね、沖縄のファミリーマートがね、ちょっと炎上してたり、でまあ、北海道の方でね、メロン農園が、まあ攻撃されたりと、まあちょっとね、まあ幼稚的なね、まあ、バカな事件がちょっと相次いでる中。まあ、ちょっと今回ね、俺が、まあ、一番最初にこれ動画に撮ったのは、YouTuber がね、また犯罪を犯したかもしれないということでね、まあ、ちょっと動画を撮っております。ちょっと待ってくださいね。とある、廃墟シリーズかなんか、まあ、趣味で廃墟探しをしている方。で、主に東海地方がメイン、得意物件ホテルの方。まあ、この人がちょっとね、名鉄の千田新線のね、小野浦駅。まあ、ちょっとこれにね、まあ、線路には降りてないんですが、まあ、ホームに、上がってね、まあ、ちなみに立ち入り禁止じゃないからと、まあ、言い訳をしてね、階段の入り口と、で、ホームに上がるちょっと手前のところに、まあ、立ち入り禁止までは書かれてないんですけど、まあ一応まあ、いかにもね、ガードがされてるのをね、超えて、でまあ、入ってるね、YouTuber さんが一人いたんで、ちょっとこれに関してね、まあ、まあ正直、なんだろう、廃線の駅、まあ廃線っていうか、まあ、千田新線の未完成の駅なんで、まあ 100% これ、入ってはいけないと思ったんですよ。無人駅とかどうこうじゃなくて。で、まあ、この YouTuber さんは、まあ、堂々とホームに入って、まあ、作りかけの駅のホームに入って、まあ、線路には降りてないですけど、まあ、結構撮影してて。で、ちょっとそれに関してちょっと、名鉄の方に問い合わせてみたんですけど、まあ、ちょっと先にね、その問い合わせの、音声からね、お伝えしたいと思います。したいことがあるんですけども、はい、名鉄の千田新線の、はい、野間内海駅間に設置予定だった駅があるじゃないですか。私は存じ上げておりませんけれども、はい、はい、ちょっとそこの駅がちょっと YouTube にちょっと今話題になってまして、はい、でそこの駅自体がもともと制作作られる予定だったんですけど、結局作られなくなって。で廃墟みたいな形になって、その廃墟とかを、回る YouTuber さんが、はい、まあ、ちょっと動画に出してまして、で入り口とその階段登ったところ2箇所に、まあ、その封鎖されてるような感じだったんですけど、まあ、ちょっとそれを、まあ、乗り越えてそのホームに上がってたんですけど、じゃあこれって内海と野間の間ですか？内海と野間駅間の間の、はい、でそこのちなみにホーム自体がまだなんか残ってる状態で、ちなみにこれって名鉄側としてその線路に降りなければホームとかに上がるってことは大丈夫ってことで認めてるんですかね？恐れ入ります。ちょっとお待ちくださいね。すいません、お願いします。やっぱり女性オペレーターじゃ分かんないですね、こういうこと。
というふうに、まあ、名鉄側としては、まあ、作りかけの駅なんでね、線路に折れる動向でなくね、ホームに上がること自体が、まあ、やめてくれということなんですが、まあ、結構ね、この小野浦駅っていうふうにね、名前はちょっと検索しますと、まあ、小野浦っていうところにある、まあ、作りかけの駅なんで、まあ、愛知県、知多郡、美浜町、小野浦。ってわけでね、一応、仮名として小野浦駅っていうふうに付けられて、まあ、それがちょっとね、全国的に話題になって。で、まあ、2012年とか、まあ、結構ね、YouTube とかブログで、まあ、言ってる人が多く。で、まあ、なんか、小野浦駅がね、潰された理由が、まあ、事故が相次いだのか、っていう噂もあって、まあ、俺は正直その辺に関してはどうでもいいですけど。で、まあ、とりあえずね、もしこれから、名鉄知多新線のね、小野浦駅に行く方、まあ、基本的に、ホームに上がらなければ、まあ、つうか、ホームに上がらなければ、うん、まあ、ホームに上がらなければいいのかな。まあ、とりあえず、その、小野浦駅のね、廃墟と近くにね、行っても、あんまりね、ホームに上がらない方がいいと思います、正直。まあ、電話してみた感じ、他の YouTuber、他の方からもね、なんか、そういう電話が行ってるみたいなんで、まあ、動画、この、小野浦駅にね、行ってみたっていう動画出されたのが、7月31日。ってわけなんで、まあ、約1週間か。まあ、8日経ってるんで、まあ、これからね、夏休みに、まあ、ちょっと名鉄一家だ、ご注意ください。まあ、違ってね、通報されたりするとね、捕まる可能性あるんでね、本当に、こうなると。まあ、名鉄側もね、このまま、なんつうの、この駅自体に、まあ、見て見ぬふりするってわけじゃないと思うんですよ。まあ、壊すことはしないと思うんですけど。まあ、でもね、これから先この駅でね、逮捕者なんか出てきたなんて言ったらね、それこそ、面白い話ですからね、格好の。まあ、それはそれでのまた動画に違いがあるんでね、いいかなと思います。新南愛知カントリークラブ美浜コースの近くなんだ。名鉄知多新線。こっち知多ってなんもねえじゃん。知多奥田？日本福祉大学美浜キャンパス施設か。なんもねえな、名鉄の方。竹と湯があるってことはあれか。あれ、どっかに競馬場ねえかな。まあいいよ。まあ一応ね、これから、名鉄のね、小野浦駅、まあ、かっこ亀、行く方。間違ってもね、ホームに、入った動画なんか出すと、不法侵入ね、問われかねないんでご注意ください。で、この YouTuber もね、それに関してまだ動画消してないんで、まあ、俺はね、この TubeMate っていうアプリ、まあ、アプリ、公式のアプリじゃないですけど、まあ、これでね、まあ、俺はその動画完全にコピーしましたんで、
まあ、晒せれるんでね。もし動画消した場合は。まあ、で、この動画ちなみにね、7万5000、まあ、約7万6000回再生。高評価551、低評価153。で、そのうち何件かの面白いコメントって。ホームいたままだと運転手が発見したらおそらく非常停止してたかもしれませんのでお気をつけください。もうごもっとも。まあ、黙認なので基本止まらずに警笛鳴らしてそのまま通過していきますが。名鉄としてもね、このまま対処しないってことはないのかな？どうすんのかな？またげればそのまま行っちゃいますねという。まあ面白いコメントだね。まあこの人ね、いずれ本当に犯罪者になりかねませんね。で、この、まあ不法侵入に問われるか問われないかのギリギリの人。電車はなぜかテンションがありますよね。私は新幹線がものすごく好きで最近乗ってないな。あ、やっぱりね、俺みたいに心配してる方一人いました。勝手に某社の敷地、建物に入ると建造物侵入容疑、不法侵入は逮捕されますよ。こんな動画アップすること自体間違ってます。確かに、ごもっとも。いろんな廃墟に勝手に侵入してるんだけど、廃墟でも所有者や土地の地権者はいるわけで、許可なく勝手に侵入しちゃいけないだろ。そんな常識わからないのかな。わからないというのであれば、例えを一つ出してあげよう。君の親が亡くなって、今まで親が住んでいた家が君が管理できずの廃墟となった。それで他の見知らぬ人が廃墟だと思って侵入した。君はどう対処するかな。まあ、ちょっと面白いことだ。私に言ってきても意味ないですよ。あとエンタメとして見れないなら見なくて結構です。うん、言ってきても意味ないならこの人死んだ方がいいね。うん、今は確かに、どんな建物にも所有者がいるのはわかるけど、その建物をきちんと管理せず、または解体しないとなると、その管理者に問題があると思う。別に問題はないでしょう。駅として作りかけて、そのまま残してるだけだってね。まあ、これぐらいのことじゃ警察も鉄道会社も大きな事件にならない限り動かないから、まあ、ごもっとも。まあ、確かに人身事故が起きない限りね、名鉄も動かないと思います。こんな単線の一部区間じゃね。確かにエンターテインメントなら何でもいいってことはどうなんですかね、ごもっとも。まあ、エンターテインメントならね、殺人していいかって言ったらそれはいけないんでね。まあ、鉄道マニアの間では有名みたいなんだね、ここ。1時間に電車3本しか通んねえんだ。鶴見線並みじゃん。まあ、確率は低いですが、見つかると列車が非常停止する可能性があるので気をつけてください。それは危なかったです。私は強運だったのかな。捕まんなかったら強運だよ。まあでもね、2011年頃からこの人アップロードしてるみたいなんでね。まあ正直捕まってんならとっくに捕まってんのかな。
まあ、YouTube 作り始めたの、この人がアカウント作り始めたのが2011年12月20日。で、チャンネル登録者が28,518人。で、視聴回数が1,121回。全然面白くねえじゃん。1本の動画で1万いくか3万ぐらいか。平均すると。まあね、とりあえず、夏休みに向けてね、結構バカなニュースがね、どんどん飛び込んでくると思うんで、まだ2週間ぐらい夏休み残ってるんでね。まあ皆さんも、そういうね、バカな子供たちにならないようご注意ください。まあ、この後の動画でね、どんどん撮影できれば、北海道のね、メロン農家、それに関する動画と、沖縄のね、ファミリーマートに関する動画、まあ、ファミリーマートに関する動画ね、優先的に出していきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。